ランプルダルメゾーは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。ランポール・プラウドルマソトは、ブルトン語のラントペイルからなる。聖ポル・オレリアンはブルターニュ7聖人の一人である。プルダルメゾーは隣接する、町の名で、同じランポールの名を持つ、他のコミューンと区別をつけるためのものである。ランプルダルメゾーは、6世紀の聖ポル・オレリアンの世の、 設置に確かに源がある。現在の教会の場所に、そのようはあった。ムーゲブあるリブルの巨石遺跡ランポールは、かつてあった、プルダルメゾー小教区に含まれていた。1330年から1427年まで、それは、教区となっていた。ランプルダルメゾー教区は、キューレオン市教区に含まれていた。名称は、以下のように変わっていった。モネステリアム西部ベルガートのみネラナ。 パウリーン・プリーブ・テルメド・ウビア、ランダ・ポーリ・プロ・ダルマズー、ラン・バイル・ギタームズ。16世紀には、ブレスト及びサンルナンのセネシャル管轄区に含まれていた。ブルトン語とフランス語で授業を行う二言語、教育学校ディワンが初めて開校したのは、1977年のランプル・ダルメ像であった。ランプル・ダルメ像の人口増減グラフ参照元年まで、 リヘス、2000年以降は NSEE。ありがとうございます。